それが言ったら今は逆になってるわけじゃない、うん、ドリブルの練習ばっかりして、うんうんうん、個人技ばっかりしてね、子供が楽しいから、うんうん、けどそれは本当は違うじゃん、うん、確かに。だからドリブルで何人も何人も抜いていく選手うまいけど怖くないね、うん、あんまり、うん、結局ゴールそれで取れればいいけど、いいけどね、けどレベル高くなってきたら、まあ、無理じゃん、うん、基本みんなクリスチャン・ロナウドとか見ちゃってるからね、うん、それもあるでしょ、うん、言ってもそのドリブルやってる間って時間かかるでしょ、うん、その間戻ってくる人がね、そうやって考えると、あ、こう今のやってるやり方が本当はちょっと違うんじゃないかなっていう、うん。